アラバマはアメリカ海軍の戦艦、イリノイ級戦艦の二番艦。艦名はアラバマ州にちなむ。その名を持つ艦としては二世紀目。アラバマは1896年12月1日にペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズ社で寄港し、1898年5月18日にメアリー・モーガンによって命名、浸水。 1900年10月16日に、初代艦長をイラード・エイーチ・ブラウンソン大佐の指揮下、収益した。収益後は、北、大西洋ステーションに配属されたが、アラバマは、翌年初めまで部隊との活動を開始しなかった。12月13日までフィラデルフィアに泊まり、続いて、ニューヨークへの短期巡航を行った。1918年11月11日に、 急戦協定が成立し、アラバマの新兵訓練は継続したが、その規模は縮小し始めた。1919年2月から3月の間、アラバマは、冬季演習のため西インド諸島へ向かった。4月半ばにフィラデルフィアに帰還し、修理の5回軍兵学校生の夏季訓練巡航のためアナポリスに向かった。5月28日、29日に、 フィラデルフィアからアナポリスへの短期巡航を行った。6月9日、184名の士官候補生を乗せ、アナポリスを出港する。巡航の前半においてアラバマは、西インド諸島を訪問し、パナマ運河を通過した。7月半ばにニューヨーク及びニューイングランド沿岸に向けて出港した。8月には南へ向かい、訓練海域での演習を行う。8月末に、 アナポリスで主艦候補生を下官させ、フィラデルフィアに帰還した。ウィリアム・ミッチェル将軍によるアラバマへの爆弾投下、1921年9月、フィラデルフィアで9ヶ月以上保管された後、アラバマは1920年5月7日に退役した。1921年9月15日にアラバマは、標的艦として使用されるため陸軍省に移管され、海軍から除籍された。 陸軍航空部の飛行機による爆弾投下実験がチェサピーク湾で行われ、アラバマは1921年9月27日に浅い海域で沈没した。1924年3月19日、アラバマの沈没した船体はスクラップとして売却された。ありがとうございます。